こんにちは、はすみです。本日はこのようなコメントをいただきました。おはようございます。動画とは関係ありませんが、私はタイプゴールドに乗ってます。 DO でミラキャストをして動画を楽しんでいるのですが、スマホは Android です。よく映像が止まったり乱れたりしてすごくストレスです。何か改善方法はありますか、というコメントをいただきました。結論を先に述べさせていただきますと、私のスマホとディスプレイオーディオだとちょっと症状が再現できなかったです。始めたのはいつ2015年10月10日です。31、思い出に残ってる動画は、私が利用しているスマホはファーウェイさんの P30 ライトと呼ばれるスマートフォンになるのですが、こちら過去の経験からもそうだったんですが、まあ何十分か走行してたとしてもミラキャストが切れるっていうことが私はなかったんですよね。ディスプレイオーディオとスマートフォンの相性、もしくはスマートフォンの中に入っておりますアプリ、表には見えないですが裏で動いているアプリなども存在しますので、そういった相性問題っていうのがあるのかもしれないです。それと私の場合、スマートフォンの設置位置といたしましては、ディスプレイオーディオのすぐ下シフトパネルのところにスマートフォンの方は置いておりますので、まあ距離的なものかなとも思ったんですが、助手席の上にスマートフォンを置いてミラキャストをしてみたんですが、まあそれでもあんまり変わらなかったんですよね。ですので、まあ距離的な問題っていうよりはやっぱり相性とかアプリの関係だと思っております。今回私は症状を再現することができなかったので、ちょっと改善方法っていうのを具体的にこれだっていうのをお伝えすることができなくて大変申し訳ないのですが、もし視聴者さんの中でこのようなことをしてミラキャストの接続が改善されましたとか、まあ何かしら情報をいただけると幸いです。それでは本日はミラキャストについてコメントいただいたのですが、ちょっと再現できなくて検証がうまくいきませんでした、というお話でした。それでは本日は最後までご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルではベルファイアやアルファーゼに関する商品紹介及び作業手順を紹介しております。ちょっと今回みたいに症状が再現できなかったとか、こういった検証結果もたまにありますが、もしよろしかったらこちらのチャンネル気に入っていただいた方はチャンネル登録よろしくお願いします。次はあなたの番です。